さあ、続いて2人目にトットタさんに来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、お忙しいところ。まさか出ていただけるとは。いや、急すぎこんなんて前もって連絡あるもん。クイズといえばやっぱタダさんなんで。そう、はい、無理やった。そうやった。それ気になるわ。いけたからいいけど無理やった。確かに。ではこちらのフリップの方に回答をさせてください。これで答えばいいの。はい、はい、それではいきます。はい、問題です。ダイナマイトを発明した人は誰でしょう。ダイナマイト。はい、ダイナマイトです。食べましたでしょうか。はいはいはい。それでは、回答の方お願いします。アインシュタイン。アインシュタイン不正解です。正解はダイナマイト。正解は違います。違う違う違う。ダイナマイト。その人の名前つけるみたいな。レントゲンとかもそうありますけど。レントゲンはそういう多分そうやったと思うね。正解はノーベルです。あー、そうです。ノーベル。そうです、ノーベル賞っていうのがある。はい、大丈夫です。あー、大丈夫ですよね。すいません。こちらも間違えてしまいましたので罰ゲームとしまして、はい、はい、お前浜根のジュースを。いやいや、僕は、いやいや、僕は大丈夫です。間違えて。いや、手伝ってあげてるやん。じゃんけんだけして、ほんなら。いやいやいや、じゃんけんしたら、じゃんけんしたら半分ずつにしよう。それだけちょっとルールの。ノンノン。じゃんけんしよう。一回でいい。それは回でいい。それは確かに、まあ一回でいい。だから半分ずつや。じゃんけんで、お前が負けたら半分飲む。いやいやいや、俺が負けたらもう何も言わんと、これ全部飲む。一回ちょっと一回だけやらして。最初はグー、じゃんけん、ほい、あいこでしょ。よっしゃー、勝ったー。よーし、勝ったね。じゃあ半分飲ますか。やったー。いただきます。飲んでください。するのもおかしいけどな。お願いします。うーわ、ちょっと、どうですか。あれ、え、ほんまに入ってるこれ。あれあれ、ちょっと結構入れましたよね、今。半々やで。半々のルール生きてんで。さあ、それでは、はい、罰ゲームお願いします。マジで嫌やわ、半分も。めっちゃ嫌、めっちゃ嫌。え、だってめっちゃ、うわ、何やねん。じゃあ、やったらないで。これ、ちょっと待って、これだけでいいです。はい、はい、すいません、お願いします。さあ、それでは、はい、罰ゲームお願いします。うわ、いや、お前らやってるということで、タダさんは正直者でした。なんなん、芸人さんやったら、はい、トマトジュースで、はい、中身もトマトジュースで、はい、いや、トマトの味しかせんかったもん。初めてもなんかちょっとだけ、なんなん。いや、もう体を一回作ったというか。だって、でもあれ、けえへんなっていう。一回走り出したけど、あれ、俺道間違ってんちゃうって思って。なんやねん。いや、これも正解の一つの形なんですか。これがテレビやったとしても、そのリアクションされたということですか。めっちゃ悩んだ。俺のじゃんけんとかマジいらんから。ほんま余計なことするわ。まあ、そんなんじゃなかったんです。だって美味しいよ。普通のトマトジュース。カゴメのやつ。俺一番好きなところ。めちゃめちゃうまいよ。何やねん。ということで、タダさんは正直者でございました。